コルカタ。コルカタは、インドの西ベンガル州の州都、世界屈指のメガシティであり、地域の人口密度は、首都、デリーやインド最大都市ムンバイ以上である。イギリスの帝国主義政策における主要な拠点として建設され、イギリス領インド帝国時代の前半は、植民地政府の首都機能を有していた。2011年の地域人口は448万人。 2016年の近郊を含む都市圏人口は1481万人であり、世界第20位、インドではデリーとムンバイに次ぐ第3位である。かつては英語化されたカルカッタという名称が用いられていたが、2001年にベンガル語の故障であるコルカタに正式名称が変更された。コルカタには、喜びの都市と宮殿都市というよく知られた愛称がある。 また時々ミシュヒルガり、行列都市と呼ばれる、ガンジス川の支流であるの東岸に位置する。西岸のハウラーをはじめとする74の衛星都市を持ち、コルカタから北3 5トル、南3 0トルにまたがるコルカタ大都市圏を形成している。コルカタの町は、フーグリ川の自然堤防上に位置し、西をフーグリ川、東を湿地帯に囲まれている。 これは、他の衛星都市も全く同じ条件であり、結果として、都市圏の範囲は、コルカタ中心部で開発より、近年幅が広がっている他は、川から、東西それぞれ2トル程度にしか過ぎない。そのため、都市圏は、自然堤防の続く南北へと伸びていき、南北 65km、東西 2km にわたって、細長く広がることとなった。コルカタの歴史は、 1690年に、イギリス東インド会社のジョブチャーノックがこの地に、召喚を開設したことに始まる。1698年には、フーグリー川東岸に並ぶスターナティ、カーリーカタ、ゴービンドプルのミムラの調税権が購入され、間もなく、ウィリアム要塞の建設が始められた。この地域が、後のコルカタの元となった。町の周りには、 マラーター号と呼ばれる広い堀が巡らされていた。1756年、ムガル帝国のベンガル大主、シラー・ジュッタウラは、イギリスがウィリアム要塞の強化を図ったことを理由として、コルカタを占領し、捕虜となった100人以上のイギリス人を酷死させ、1757年になると、マドラスの東インド海社軍がコルカタに到着し、ロバート・クライブ率いる軍は、 コルカタを奪回した上で、フランスの拠点だったシャンデルナゴルも占領した。その後、コルカタの北150キロ程度に位置するプラッシーでも、フランス支援下のシラージュ・ウッタウラ軍を撃破、プラッシーの戦いして、インドにおけるイギリスの優勢を決定的なものとした。戦後、イギリスはフランスをインドからほぼ完全に追い落とすことに、 成功し、また新ベンガル大主であるミール・ジャーファルから来る方だけでなく、ベンガル地方24軍の朝税権を確保して、陰拠点をさらに拡大した。ベンガルの朝税権が東インド会社のものとなると、ベンガル地方はイギリスによるインド植民地下の拠点となった。百七十三年、イギリス首相フレデリック・ノースがインド規制法を成立させ、 新設されたベンガル総督が東インド会社のすべての土地を運営することとなったため、コルカタはベンガルのみならず営領インド全体の政治的中心となった。1756年に落城した経験から、ウィリアム要塞はそれまでのダルハウジー広場の西側から南の現在地へと拡張を移転され、1758年から15年の年月をかけて完成した。 見通しを良くするために周囲には広大なオープンスペースが設けられた。これが現在のモイダン公園となった。東インド会社の支配権がインド全域へと拡大していくに伴い、コルカタは全インドの政治の中枢機能を持つようになった。この時期のコルカタは北の旧スターナティ村を領域とするインド人街、ブラックタウンと南の旧カーリカタ村及び旧ゴービンドプル村を 領域とするイイギリス人外ホワトトタウンとに大きく二分されていた。1820年代には、イギリスとインドを結ぶ定期蒸気船航路の開設をめぐって、ボンベイと激しく争ったものの、希望本周りを押したカルカッタ財界は、時間的、経済的に大きく上回るスエズ地況ルートをした。ボンベイ財界に敗れ、以後ヨーロッパとインドの窓口は、ボンベイが中心となり、カルカッタは、 ブリティッシュインディア汽船会社が運行するインド沿岸航路などの拠点となっていった。1847年には名所の一つであるセントポール大聖堂が建設されている。1857年にはカルカッタ大学が設立され、同年西のダモダル丹田ンンとハウラー駅の間にカルカッタ発の鉄道が開通した。この年は西のデリー周辺で インド大反乱が勃発していた時期にあたるが、カルカッタは平成を保っていた。しかしこの大反乱の結果、イギリス東インド会社のインド統治権は取り上げられ、1858年に東インド会社の統治区域はイギリス直轄植民地となった。植民地のトップは複王インド総督であり、カルカッタには総督が居住しインド植民地の首都となり、 1877年にイギリス領インド帝国が成立するとカルカッタは引き続きその都となった。インドの行政中心となったカルカッタにおいては、居住する大地主や下級官僚などの知識階級が成長し、彼らを担い手としてベンガル文化復興の流れが生まれ、ベンガルルネッサンスとも称される文化の黄金期を迎えた。この流れの中でアジア初のノーベル文学賞を受賞した。 ラビンドラ・ナート・タゴールなど多くの文化人をカルカッタは排出した。この時期にはインドのイギリス支配の中心都市として1905年に建設が開始され1921年に完成したビクトリア記念堂など多くの建物が建設され、一部は現在でも使用され貴重な文化遺産となっている。また、銃ュや綿花の輸出が盛んとなり、これらの集産地となったカルカッタは、 経済的にも繁栄した。また、綿花や銃刀をもとにした繊維工業もこの頃から盛んとなった。1910年代に入ると、ビハール州やオリッサ州で、鉄鉱山などの金属資源が発見され、これをもとに、市の南部などにおいて、金属、機械工業も立地するようになった。しかし、こうした文化の交流はやがて民族運動と結びつき、 繁栄運動が盛んとなっていった。この動きを牽制するために1905年にはベンガル分割令が発布され、ベンガルはイスラム教徒とヒンドウ教徒の地域に大まかに分割されることとなったが、この法令は強い反発を巻き起こし、1906年にはインド国民会議コルカタ大会で繁栄姿勢はさらに強まった。この動きを見たイギリス政府は分割令を撤回した。 ものの、繁栄運動の強いカルカッタを嫌って、1911年に、とは、デリーへと移された。しかし、その後もカルカッタは、繁栄運動の一中心であり続け、日本に亡命したスバス・チャンドラ・ボースやラース・ビハーリー、ボースなど、ガーンディーとは異なる武装闘争を標榜する、独立動画を多数輩出した。ボーズの創始者であるアマージー・ボーズの父であるのにコパル、ボースも、 当地から亡命した独立運動家である。第二次大戦中は1942年から1944年にかけて市街と港が日本軍によって数回爆撃された。第二次世界大戦後、インド独立は現実のものとなるが、インド独立に果たした役割の大きさにもかかわらず、独立はコルカタにとって大きな苦難をもたらした。 コルカタの属するベンガル地方は、分離独立をめぐって激しい対立が起こった。1946年8月16日、イスラム教徒の指導者であるムハンマド・アリー・ジンナーは、直接行動の日を呼びかけ、ヒンドゥー教徒に対する辞意を行おうとしたが、参加した民衆は暴徒化し、カルカッタでは、両教徒の武力衝突が起きて数千人が死傷した。この事件は、 カルカッタ虐殺とも呼ばれる。この事件の後、カルカッタで共存していた両教徒は明確な住み分けを行うようになった。1947年にインドが独立すると、その後は西ベンガル州の州都になった。この分離独立の際、イスラム教徒の多い東パキスタンからヒンドゥー教徒の難民が多数カルカッタへと流れ込み、600万人とも言われる。 ベンガル難民の多くが、軽かった郊外や空地へと定住した。また、分離独立によって、大きな広輩地であり原料供給地でも、市場でもあった東パキスタンが失われ、経済的に大きな打撃を受けた。さらに原料供給地から切り離された、工業施設は老朽化が進み、難民の増大や、社会不安の増加、多発するストライキを嫌った企業が軽かったから、ボンベイなど、 たとえと移転し、さらに経済の地盤沈下が加速した。また、1977年から2011年まで、長らく西ベンガル州で政権を担ったのは、インド共産党、マルクス主義派だったことも、資本の逃避を招いた。それにフーグリー側の支ルとの退席によるカルカッタ港の機能低下も加わり、1980年代には、都市圏の規模においてもボンベイに抜かれた。 2000年代に入ると、デリーにも抜かれることとなるも、インドの IT ブームによって経済は、停滞から抜けつつある。コルカタは、サバナ気候に属し、寒気と雨季が明瞭に分かれる。寒気はさらに冬と呼ばれる、冷涼な寒気と、暑気と呼ばれる、暑く乾いた季節とに分かれ、コルカタの季節は寒気、暑気、雨季の3つの木に分かれている。10月から3月上旬までは寒気であり、 最も気温が低くなる。冬とも呼ばれるが、冬といっても最も寒い12月及び1月の平均気温は摂氏20度であり、北のデリーのように氷点下を記録したようなこともなく、非常に過ごしやすい気候となり、観光のベストシーズンとなっている。3月下旬から5月までは暑きであり、4月から6月までの平均気温は摂氏30度を超える。 6月から9月にかけては雨季であり、ベンガル湾方面よりやってくるモンスウーンによって大量の降雨がある。コルカタの降雨のほとんどはこの4ヶ月間にもたらされる。気温は暑きに比べてもほとんど下がらず、湿度が上昇する。コルカタの最高気温記録は摂氏43.3度、最低気温記録は摂氏8.1度である。年間平均雨量は1800ミ、mm、リメートルである。 コルカタの中心は、日海ダルハウジー広場であり、この付近には、オフィス街が広がっている。その少し南には、コルカタ発祥の地である、ウィリアム要塞を中心として、広大な中央公園であるも、伊賀公園が広がっている。モイダン公園の南には、パークストリートが伸び、道路を越えた南側は19世紀以来の、高級住宅街となっている。インド国立図書館もこの地域にある。 モイダン公園の東端を南北に走っているのが、長論義通りで、この通り沿いには、商店街が広がり、コルカタのメインストリートとなっている。長論義通り沿いには、1814年に設立されたインドサイコで、アジア全体でも最も古い博物館であるがある。インド博物館の北隣を東西に伸びているのが、安ヤ宿ヤ街として、有名なサダルストリーであり、 世界各国から多くのバックパッカーが集まっている。長論議通りをさらに南に進むと、コルカタ成立以前からの古いカーリー寺院があり、現在でも寺院のあるカリガート地区は宗教都市の様相が見て取れる。ダルハウジー広場の少し北には、フーグリー川に架か,かるハウラー橋があり、東岸のコルカタと西岸のハウラーを結んでいる。ハウラーにはコルカタの中央駅である。 ハウラー駅がある。また、北カルカッタには、カルカッタ大学やタゴールの聖火である、タゴールハウスがある。かつてのマラーター号は埋め立てられて、環状道路となっている。この環状道路の内側が、最も古いコルカタである。コルカタの南北には、衛生都市が列をなして続いているが、東西の湿地帯においても、近年埋め立てが進み、住宅地域化が進んでいる。 東部にはもう一つの鉄道ターミナルであり、北のダージリン方面の列車が発着するシアルダー駅がある。英領インドの首都だった時代には、インド最大の産業都市であり、繊維工業、金属工業、機械工業を中心とした大きな工業地帯を要していたが、その後は相対的に地位を下げていった。さらにインドパキスタン分離独立時に、 重要な後配地であった東パキスタン地区、ベンガル地方東部を失い、その市場を奪回と譲り渡したことで少なくない経済的打撃を受けた。1970年代には、ボンベイにインドの経済の中心の地位を譲ったが、現在でも東部インドの経済の中心地であり、インドで2番目に大きな証券取引所であるカルカッタ証券取引所を持ち、 また大企業の本社も多く置かれている。コルカタ港は、インド有数の港であるが、カンジオ河川のフーグリ川の河口であり、ガンジス河口からは 150km ほど底をせねば、ならない。ガンジス川の河道は、泥の体積によって徐々に東へと移動する傾向にあり、ガンジス支流で最も東に位置するフーグリ川は、かつては本流だったものの現在では、支流の一つに過ぎず、 泥の堆積も著しい。このためコルカタ港は水深10メートル程度と浅く、大型船の入港はできない。特に寒気には水量が減少し、運航に支障がある。この状況を改善するために川口近くに新たにハルデヤ港が建設されたが、ハルデヤも水深が深いとは言えず、インド東部の港湾需要を十分に満たしているとは言えない。 フーグリ川の水量を増加させることで堆積した泥を押し流し合わせて寒気の水量を増加させて水深を確保しコルカタの港湾機能を少しでも改善させるために1971年ガンジス川本流のファラッカにファラッカダムを建設したしかしこれはバングラデシュとの国境からわずか 18km 上流に過ぎず寒気の貴重な水量の大部分が奪われ 濃厚に悪影響が現るとして、バングラデシュ政府が猛反発し、水利圏の紛争が勃発した。この状況を改善するため、1997年には、ファラッカ協定が結ばれて、以後30年間の水配分が決定された。コルカタの市民はカルカタン、またはコルカタンと呼ばれる。2011年の国勢調査では、 コルカダ地区には1 8 5キロメートルに4486,679万人の住民が暮らしていた。人口密度は2 4 2 5 2キロメートルにだった。この数字は2001年から2011年の10年の間に1.88%の減少を示した。性比は男性1000人に対し女性は899人であり。 全国平均に比べ女性の比率が低い。この男女比率は、主に、ビハル州、ウッタルプラデーシュ州、オリスサ州といった、近隣諸州や、西ベンガル州の周辺農村地域からの男性の流入によっても足られている。これらの労働者は故郷に妻子を残して、働きに出てきているからである。コルカタの識字率は87.14%で、あり。 インド全国平均の74%を大きく上回っている。コルカタ市を中心とするコルカタ大都市圏の人口は2011年に1411万2536人だった。コルカタの人口の大半はベンガル人である。マイノリティの中でも特にビハール人とマルワリー、ラージャスターン系は大規模なコミュニティを形成している。他の小さなコミュニティとしては 中国人、タミル人、ネパール人、オリッサ人、テルグ人、アッサム人、グジャラート人、アングロインディアン、アルメニア人、ギリシア人、チベット人、マハーラーシュトラ人、コンカニニン、ケララ人、パンジャブ人、およびパールシーなどがある。アルメニア人、ギリシャ人、ユダヤ人、および外国起源の他のグループの人口は20世紀を通じて減り続けた。 ユダヤ人の場合は1948年のイスラエル建国後にその傾向が特に顕著となった。インド唯一のチャイナタウンは東コルカタにある。中国人は最盛期には2万人いたものの2009年には10分の1の2000人にまで減少していた。これは1962年の中印国境紛争によって両国間の関係が悪化し、 インド市民権の拒否などによっての強制送還やより良い経済状況を求めての海外移民などが増加したことによる。中国人はそれまでは性格業界や中華料理のレストランなどで生計を立てていた。ベンガル語は西ベンガル州の公用語であり、コルカタで最も使われる支配的な言語である。英語は特にホワイトカラーの労働者によって話されている。 ヒンディー語やウルドゥー語も少数派だがかなり多くの人々によって話されている。2001年の国勢調査によると人口の77.68%がヒンドゥー教徒であり、20.27%がイスラム教と0.88%がキリスト教、0.46%がジャイナ教だった。残りの少数派にはシク教徒や仏教徒、その他の諸宗教が含まれている。 人口の0.19%は調査において宗教を明かさなかった。鉄道やバスなどでインド国内の他の都市と結ばれているほか、近年は格安航空会社の航空便の使用が増えている。国際空港としてネタジスバスチャンドラボース国際空港、救命ダムダム空港があり、各国からの国際線やインド国内線はこの空港を使用する。 日本からの直行便はないため、成田国際空港、関西国際空港などからニューデリーかムンバイ、もしくはバンコクシンガポールクアラルンプール等の各国際空港で乗り継いでコルカタに入るととなる。長距離鉄道及びのターミナルは、オハウラー橋で渡った右岸側のハウラー市側にが、また、左岸のコルカタ市街東南にが2大ターミナルである。2006年には、 コルカタ都市圏3番目のターミナルとして、ハウラーバシソガン北部の地区にが開業した。市内交通ではインドでは、唯一のトラム、路面電車、CTC が走っている。また、1984年にはインド発のも開業した。バングラデシュの首都ダッカとの間は、発行国際列車、友情、休行や公営の相互乗り入れによる国際間バスサービス、 さらに空路により結ばれている。国際カバスに関しては、もう運行を競っている。コルカタの市内交通としては他に、他のインド都市にもある、オートリクシャーやタクシー、バスなどもある。また、コルカタには現在インドで、唯一の人力車、リクシャーが残っているが、1997年に新規ライセンスの発給が停止されたため、やがて消滅する流れにある。 フーグリーガー東岸のコルカタから西岸のハウラーを結ぶ橋はかつてハウラー橋一本しかなく、ハウラー橋は世界で最も混雑する橋とも呼ばれた。これを解消するために第二フーグリー橋が建設された。コルカタの港湾機能はコルカタの後1 0トル南西に位置する外交であるハルデアが担っている。19世紀には黄金のベンガルと呼ばれた。 豊かさを背景に、ラビンド・ラナート・タゴールなどの大詩人を多く輩出した。マザー・テレサが1948年から1997年まで活動を行ったのもコルカタである。また、アジア初のノーベル経済学賞を受賞したアマルティア・センもコルカタ大学を卒業している。ベンガルでは古くから演劇が盛んであったが、 ここにイギリス人がシェイクスピアなどのヨーパ演劇を持ち込み、さらにそれに刺激を受けて、独自の演劇が発展を遂げて、19世紀末以降、コルカタはインド演劇の中心都市となった。また、コルカタ出身のサタジットレイは大映画監督として、名を馳せた。コルカタには1857年創立のコルカタ大学を、はじめ多くの大学がある。 コルカタで特に盛んなスポーツは、クリケットとサッカーである。世界最高峰のクリケットプロリーグである、インディアンプレミアリーグ、アイピールのコルカタナイトライダーズが、本拠地を置いている。またサッカーでは2013年現在、アイリーグ一部に、イーストベンガル FC、モフンバガン AC、パリアンアローズ、プライアグユナイテッド SC の4チームがコルカタに、本拠を置いている。この4チームはに、 コルカタ東部の湿地埋め立て地である、ソルトレイク地区にある、ソルトレイクスタジアム、観客収容数12万人を本拠としている。特に、イーストベンガル FC とも、フンバガン AC は2大名門チームであり、ダービーマッチである、コルカタダービーにおける両チームの対決は、多くの観客を集める。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。